こんにちは。こんばんは。こんにちは。こんにちは。お久しぶりですね。意外と。お、来た。もういいか。このケーキに取ってかけよう。嘘やろ。寒い、ここ。寒いよ。なんでこんな寒い？分からへん。今日寒いよね。寒い。昨日もめっちゃ寒かった。無理。寒すぎ。外やん。いやマジそれ外ぐらい寒い。このいちごの間に入る。どういいんちゃう。倒れへんかったらな。いちごがありました。あったね。嬉しい。いちご今日公園行く。お、待ってるね。今日寒い。うん、シンシンと配信確かに久しぶりやわ。確かにそうかも、ね、最近なんか公演なくなかった。そうやんな、久しぶりやな、うん、最後12以下したの。そうやな、1週間ぐらい。あかん寒いって。寒いよな。私弁当食べます。食べなさい。美味しいよな、その弁当。美味しい。優しい味がする。わかる。今日はお弁当です。ゆいな食べてないの珍しいない。私いつも食べてないで。え、食べてるって。何を見てんの私の。いやいや、そうそう、シンシンと配信するときお弁当食べへんやろ。持ってき。お弁当は、うん、食べへん。今日は食べてきました。え、食べてきたの。うん、撮影してきた。あ、うん、なるほど。これお腹いっぱいです。だからね。はい、あかあかは。そうなんです。うーん、寒い。凍えながら横で食べてるねんけど。え、この前さ、ゆいなおっていううちわあったの見つけた。あ、めっちゃ最近の公園。うん、うん、え、前から悪くない。え、たまにあるよね。たまにある、うん、久しぶりやから。でも久しぶりに見た。初めてかな。初めて手作ってくれたんかな、その子、その方。やったやん。一人だけ。二人やかもしれない。二三人ぐらいいます。おしかぶり。あんまおらんよね。うん、ここのペア好きって。ロッキー推しおらんくない。分かる。ロッキーを押してる人いないねんけど。ドラさんロッキーは見るけど、うん、ドラさんロッキー好きは見るけど、この3人も好きみたいな人、うん、おらんよね。全然いない。分かる。みんな好きは分かるんですけど、うん、推しじゃないか。あ、そうそうそう、なんか推しのなんか仲いいから好き、そう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 みたいな。ゆいなちゃんも大好きで、シンシンも大好き。うわ、確かに少ない。ハレも好き。うん、確かにね。てか見たことないかも。うん、ないかも。だからレーン見てても握手会とか全然、うん、何年も一緒にいんのに。そう、全然違うよね。うん、そうな。あ、DD がそういない。ロッキーみんなね、うん、愛が強いよね。でも愛が強い。だって、うん、分かるもん。カレンのレーン見てたらカレン推しやなって分かるし、私のレーン見てたら私推しやなって分かるし、うん、シーシーのレーン見てたらシーシー推しやなって分かるから、うん、みんな多分 DD があんま少ないやと思う。え、でもシーシー DD めっちゃ多いで。あ、ちょっと多いけど、うん、DD めっちゃ多いけど多分、うん、同期同士で DD ないやろ。かぶってない。キャラが違うから。うん、キャラ違いすぎるもんな。確かに。寂しい。
寂しい寂しくない、まあ、ロッキー推しいないの。誰かロッキー推してください。誰か3人を推してる人。うん、うん、いいですか。キャラ違う、みんなよ、みんな違ってみんないいですよ、うん、ロッキーは。でもさ、あんまり一緒のさ、うん、3人で一緒に行動することあんまないやん。ないない、なんかイメージないんかも。確かに、なんか3人セットみたいな、うんうん、基本誰かチーム違うもんね。うん、どうやね、うん、カレンと同じチームなったことない。あれか、小島チーム B2 か。そう、でもまあその時は駆け出しみたいな感じやん。あー、まあ確かに。しかも多かったしね、同期が。めっちゃ多かった。そうだな、嬉しかったけど、多くて。そうなんですよ。早く集まろう、ロッキー。ほんまやで。昨日さ、カレンに手紙、あの生誕祭で書いてんけど、うんうんうん、そこにユイナとって書いてあるユイナと。ありがとう、うん、カレンに。だってあんま個別で誕生日おめでとうって言わへんけど、うん、カレンだけ言ったもん、早く集まりたいから。お誕生日おめでとう、早く集まりたい。でも珍しくない、ユイナ最近めっちゃロッキーで集まりたいみたいな、うん、ロッキーは集まりたい、うん、ロッキーは。だって自分からさ、そんなん言うことないで、うん、ユイナが必要、うん、誘わへんもんね、うん、そう、待ち、そう、街みたいな。そうですよ。でもなんか、うん、なんやろな、なんでやろ、喋ってて、うん、あのストレスも発散なるし、うん、そうやね、なんか自分がこう考えてたんやっていうのを改めて認識できるっていうか、うん、それもでかいかも。なんかもうほんまに何でも話せる、うん、ほんまにそう、結局同期よな、うんうん、そうなんです。だからしおさんとかも、うん、何も SNS 上げてないけど、うん、今月2回ぐらい、うん、え、家行って喋りに行った。こうでこうでこうでこうなんです今って今こういうことでつまずいててみたいな、うん、そう言ってるかも意外と、うん、なんか自分のことをまとめるときに一回声に出さないとまとめられへんタイプ、うん、え、そうなの、うん、特にアイドルの話は、うん、確かに難しい。客観的に見るのが苦手なんかもしれへん、物を、自分を。え、そう、うん、客観的に見てどう動けばいいのかが分からへんから、一回言って誰かの意見聞いて、うん、その意見違うことを、うん、なんで違うんか考えないと、うん、進んでいかない。ね、そう、真面目やな、なんかちゃんとしてるっていうか、なんていうんや、ほんま、うん、じゃあ、シンシーそんなん考えへんもん。シンシーは直感タイプ、もう、うん、突き進みタイプやもん。確かに周りらもう、うん、考えへんず、うん、自分の己の道を進んでいくもんな。あ、そうそう、でもそれも私はすごいなって思うで、あんまできひんことやと思う。そう、うん、だっていろいろ考えちゃうもん、これこうでこうやったらどうしようとか考えちゃうから、すごいそれはそれで強いと思うね。いろんな考えがありますね。で、そう、4人ともさ違うやん、ロッキー今4人とも、あの3人か、うん、考え方違うからさ、うん、どっちかっていうと、うん、心身は、うん、うん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 、肯定系、うんうん、でカレンはちゃんとそのことに対して、うんうんうん、意見言ってくれるやん、うん、カレンはこう思う、うん、カレンは結構意思が強いっていうか、そう、自分持論みたいな、そう、結構ちゃんと持ってるタイプ。 それで、あ、そういうこともあるんやって気づける、うん、し、まあ、例えばはるかとかやったらさ、うん、結構それは違うと思うとか、うん、絶対違うことは違ってくるやん、うんうん、だからそれに結構助けられてること多いから、基本集まりたいなって思う。集まろう、ほんまに集まろう。集まったら言いますね、うん、言わなさそう。台湾やろ、集まったら言うよ。言わん、まあ、写真とか撮らへんもんな。そやねん、そやねん、なんかそんな大した場所っていうか、そんな、そうやね、あの基本いいとことか行く、ラビ活とかしない、うん、ちゃんと喋るようにいんな。あ、そうそう、喋るようにいくやんな。私が撮影とかしだしたらもう尺食うで、尺食うでしゃあないから、ほんまに
まあ、カレンとかも撮影長いそうそうそう私とカレン撮影長いんで、うん、ご飯屋さんで私が選んだら、うん、みんな食べるの待たなあかんし、うん、大変やから、まあ、待たへんけど全然待たへんけどそうなんですよ。だからねちょうどいいお店がねあるんですよねうちらのねちょうどいい定番の店が、うん、そこです。うん、草生えてる。そやない今月中に集めたよな。ほんまに頑張ったらいけそう。いけるよな、うん、ゆいなやで。だからゆいなが一番なんか予定パンパンにするからすぐ、ね、今28しか空いてない。28空いてるかもしれない。28空いてるで、うん、5回目これぐらいもよ。え、M のサイン28日の何公演でしょうかM のさんやったら無理や。28、3月でも28しか空いてないかも。無理やん。あ、え、タワー来てた。あ、それ読んでください。りょうこ、ありがとうございます。え、何これ、クマタワー。は、団子、団子やな。お花見用ちゃう。え、ね、ショップ、お花見や。ありがとうございます。なんか28空いてるとか言ったらもうあれやん、ナンバで見かけられてますほんまに言ってるやって思われるやん。はずいはずいはずいやばいはずい。あかんで。でもな、今野球始まってるから。始まってるっけ、野球始まりましたっけ。もう野球始まったら大変やねん。もう全然うちらに合わせてくれんねん。月曜日しかあかんねん。もうもう月曜しかあかんくなるから。そうなんですよ。あ、ちょっと早めに言わなあれやな、うん、彼が野球やわ。絶対行くもん休みやったら、うん、野球28日の野球のスケジュール知ってます。高校野球か29からって書いてる。いけんじゃない。やばい。ランチかディナー。来た来た、これ、うん、来ました。これよし。じゃああとは分からんで29から始まるから、うん、もしかしたらそれまでやらなあかんこといっぱいあるから28は詰め込んでるかもしれん。カレンのことやからそこまでにちゃんと合わせていくから、うんうん、ほんまに。そっか、もう高校野球始まったよね。野球なんや。今18から始まってる。え、29からは何が始まるの。プロプロ。ああ多分。一応高校野球は見てるわ。え、そうなん。時間あったら家はついてるかも、うん、ああテレビつけてる、うんうん、青春やな高校野球。なんかさ、前まで見てた高校野球はさ、うん、みんな年下や、年上やったのにさ、うん、いつの間にか自分が年上になってることにびっくりしてんだけど、うん、この子たち高校生かってなんかすごいよな、うん、なんか年上に見えるもん。見えるよね、うん、それがすごい。そっか、みんな頑張ってほしい。何年ボケてんねん。明日なんやっけ。明日、明日私会うわ。え、誰に。誰かに誰かに会う、うん、明日、明日誰かに会う。え、マジ。シンシンが好きな人に会う、うん、シンシンが好きな人。もう分かったわそれはそうそう、そうや、明日も集まればよかった。あかんわ。そうなんですよ。あかんの。あかんくないけど。ゆいながあかん。うん、え？そう、明日 SNS 上げるかも。わからへん、この出口が。え、何の SNS？ あ、うん、あったよ、あったよって。メドレスク？わからへん。
げへんからな。うん、どうしてどうしてんねやろ。自分写真撮らへんねんな。写真撮らんくなってきた最近、うん、この人と遊びましたとかなんかレアな人やったら撮るかも、うん、あんまり会えへん人。私それこそしおんさんとさ2回遊んだけどさ、うん、2回ともしおんさんの隠し撮りしか撮ってない、うん、それあげたらいいやん。あかんねん、もうすっぴんやからもうあすっぴんね、それはかもそうそうなんですよ。ちょっとあげよう。皆さん絶対待ってるもんね。うん、だってさ、うん、卒業とかしたらさ、そうよな、 SNS 更新せえへんからやっぱ気になってる。そうよな。じゃああったらあげます、うん、じゃあ次言っとくわ、しおんさんにメイクしてってメイクしてくださいそんなツーショットにガチやんメイクしてって言うわ、うん、だって5期生さんとか、うん、私結構しおりさんとめったさんとよく遊ぶねんけど、うん、しおりさんはあれやけど、うん、レイさんとか私とはする基本すっぴんに来るもん、うん、ゆいな、いやそうさせるんやねかな。だってさ、ゆいなうちにさ前行った時もみんなすっぴん。そうやね、私が私の家にこの前来た時、うん、ケイトは仕事終わりやったから、うん、バッチリ決めてたけど、うん、シンシンもレイコちゃんも全員募集かかまで、うん、ジャージでヤッホーで、私もすっぴんジャージでヤッホー一枚も、あ、写真撮ったか、撮ったけど見ればよかった。写真撮っ、え、撮った、隠し撮りした、隠し撮りか、いついつの間にそう、そういう、そんな感じなんです。だからあげれないんですそれやん、はい、それですわ、うん、まあ、ゆいならさ、変わらんから。いや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 、そんなことないよ。いいやん、すっぴんでも。いやいやいや、いけるよ。みんなでもちピザパーティーしたな。したもちピザ、もちピザパーティーしました、うん、出口家の、はい、もちピザいただきました。またみんなのバッチリメイクしてる時にパルちゃんとのツーショットあげます。いつか絶対みんな見たいよねパルちゃんとのツーショット。バッチリメイクしてる時にケイトちゃんとパルが戯れてるの可愛いよ、うん、うわー、その、うん、なんか動画撮ったな。撮ったけど最近じゃない方。あれも昔みんなナンバーロールにしてえ、あれなんかボサボサやっけ出口が例えばすっぴんメガネのおばあちゃんの時そうだよ出口がなんか10歳ぐらい老けてる10歳どころやな20歳ぐらい老けてるなんかあれは分かったよな疲れとか服装も相まって、うん、そう、あれはちょっと自分で動画見た時も衝撃おばあちゃんが、はい、いつかね、うん、終わろうか。終わります。メイクそろそろ呼ばれそう。髪の毛どうしようかな、迷っちゃう。13位ルートくん、ありがとうございます。12位ユウ、ありがとうございます。11位野原しんのすけのすけ、ありがとうございます。10位コジ、ありがとうございます。9位アソマック、ありがとうございます。8位ダイちゃん、ありがとうございます。10位野原しんのすけのすけ、浜野、ありがとうございます。11位安野、ありがとうございます。6位峠さん、ありがとうございます。10位カロピー、ありがとうございます。5位しんのすけ、ありがとうございます。ありがとうございます。4位サムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位まこっちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位ゆりか、ありがとう。ありがとうございます。1位ガズ、ありがとうございます。ありがとうみんな。ありがとうございます。3位ギャオスケ、ありがとうございます。それでは公園行ってきます。1位旅行、ありがとう。タワーバイバーイ、ありがとうございました。またね、バイバーイ、バイバーイ。